ウラッコは1970年代にイタリアの自動車メーカーランボルギーニが開発、製造したスポーツカーである。フェルチオ・ランボルギーニはポルシェ911の2プラスにスポーツカー市場への投入を狙ってランボルギーニのエンジニアパオロ・スタンツァーニに,に車体設計を命じた。エクステリアデザインはベルトーネに在籍していたマルチェロ・ガンディーニが担当した。エンジンは V 型8気筒で、クランク軸上にギアボックスを配し、ディファレンシャルを間に挟み込んだ、ジアコーサレイアウト。細長く収めて、横をきとし、プラス2座のスペースを確保しつつ、ホイールベースを 2450mm と短く収めた。車誌は、圧延鋼板を溶接した、ファブリケート構造で、後半製ボディにも、応力を持たせる、セミモノコックである。 裏っ子の運転席インテリアについては、室内幅のほぼ半分を占める横長のメーターパネルが特徴的であり、中央にウォーニングランプ群、それを挟んで各種保機メーターを左右それぞれ3つ、最両端にタコメーターとスピードメーターが1列に配置されている。奥行きが深いステアリングホイールが装着されている。1970年に行われた鳥のオートショーで発表され、多数の受注を得た。 ランボルギーには最新のコンピュータテクノロジーを導入して生産をオートメーション化して裏っ子を生産し年間2000台製造する計画であったがこれには莫大な初期投資が必要で当時トラクターの販売が良くなかったこともあり頓挫してしまったそのため生産には莫大なコストがかかることになり販売価格も上昇させざるを得なくなった 1972年や秋に生産が始まり、1973年にようやく発売にこぎつけるが、販売は思わしくなかった。新型 V8 エンジンは信頼性が低く、特に深刻だったのは、クランクシャフトとドライブベルトの破損で、それが発生した場合最低でもシリンダーヘッドにダメージがあり、最悪エンジン自体が破壊されてしまった。1974年には年に500だ 生産できるまでになり、また、アメリカでの販売が始まったが、注文が少なかった。結局791台を生産して1979年に製造中止した。しかしこの車体と3.5リッター V8 エンジンをベースに、後に2シーターオープンカーのシルエットを販売、ジャルパに受け継がれた。P250 エンジンは、V 型8気筒サイチェシー。 ボアファイ 86.0mm ストローク 53mm で 2463cc の T ポイル240型圧縮比10.5で 220ps 7500rpm 23kgm 5750rpm 最高時速時速 220km0 時速 100km は6.2秒と発表されている ただし実際のエンジン出力は 180PS ほどしかなかったという。フロントボンネット上のエアアウトレットの開口部は2つ。生産台数は520台。P250S パワーウィンドウ等を装備。エンジンやサスペンション等主要部分は P250 と同一。P300、P300 エンジンは V 型8気筒 DOHC。 ボアファイ 86.0mm ストローク 64.5mm で 2997cc 圧縮比9.2で 250pps 7500rpm 最高時速時速 265km と発表されているカムドライブをチェーン化しトランスミッションも強化されたフロントボンネット上のエアアウトレットのスリットは6本フロントラジーターの開口部は P250 よりも過方に拡大されている。生産台数は190台。p 2 0 2 000cc 以上の車両に厳しい。付加価値税が課せられる、イタリア国内向けモデル。エンジンは、V 型8気筒サイチェシー、ボアファイ 77.4mm ストローク 53mm で 1995cc。182PS、7500rpm、18。 KGM 3800rpm 零時速 100km は7.2秒生産台数は66台 P111 巨大市場であるアメリカの規制に合わせた北米市場向けモデル P250 のエンジンにエアポンプサーマルリアクターなどを装着することによって当時の米国自動車排出ガス規制をクリアしたこのことによって 最高出力は 180PES に抑えられた。また大きな5マイルバンパーとサイドマーカーを付けている。21台が販売された。ラリー・ウラッコ・ラリー・ボブ・オーレスが1973年秋から暮れにかけて1台だけグループ5の規定に沿って試作したレース用車両。ツインカム化された 2997cc のエンジンは後に P300 やシルエットに搭載されることになった。 ありがとうございます。